何年前の春だけ廊下ではしゃいで怒られてるよ。クラスを離れてたけど何かと目立ってましたよ。話したのはいつだって声をかけてくれたんだって。いつの間にかくだらない話して、見渡されちゃって変な距離感、君はそう言ってないけど、でもね、仕入れだ。残り秘密だよ。残り10センチの夢。